新井ケツネジは日本の経営者、九州旅客鉄道代表取締役会長、事業構想大学院大学特別招聘教授。本席は大阪府である、大阪府立三国岡高等学校を経て、京都大学法学部卒。高校、大学では柔道部に所属し、本人曰く、大学時代は柔道ばっかりしてまして4年の夏も、 大会があって就職活動してなかったと言い,い、1977年4月の日本国有鉄道入社も柔道部の先輩につられてと実0している。東京北鉄道管理局に配属。国鉄バスタ名倉営業所長などを務め、ロース交渉に長く携わった。1983年に大分鉄道管理局に配属されてから九州勤務となり、 文字鉄道管理局などを経て、1987年の国鉄分割民営化時に JR 九州に入社し、特急、湯布院の森や SL 快速、アソボーイ等のリゾート列車、博多富山間の高速船、ビートルの企画を手掛けた。1993年には外食事業部次長を命じられ、8億もの赤字を、 重ね収益確保に苦しむ外食事業の立て直しを手掛けて3年で黒字化を果たし同部門の子会社化に宣弁をつける。一旦経営管理部に移動するが2000年には再び経営が悪化しつつあった JR 九州フードサービスの社長に再就任同社が展開する炭焼き総菜料理店馬屋の東京進出などといった経営改善策を実行し 当時3年間連続で赤字を計上していた同社の黒字化に貢献した。その後 JR 九州に戻り、2009年6月から2014年6月まで JR 九州代表取締役社長を務め、豪華列車7つ母子院九州の立ち上げに寄与した。同月27日付で代表権のある取締役会長に就任。2021年6月。 九州観光推進機構の会長に就任、ありがとうございます。